をいくつか教えていきます。はい。では、僕の後に復唱するように。はい。へえ、様になってきてるじゃない。では、レッスン1。ん？絶対領域。絶対領域。ん？はい、ロミルダ君。絶対。何ですか？絶対領域。絶対領域。とは、ミニスカートとニーソの間に生まれた、この部分を指します。では、次の単語に行きます。レッスン2。履いてない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 。先生。はい、ロイク君。履いてない。とは何を？これだよ。履いてない。では、レッスン1。そう受け。そう受け。ん？そう受け。そうじて受け。要するに、周りの人々に愛されまくってしょうがない状態を表す言葉です。ただし、この言葉が適用されるのは男に限定され、もちろん攻める側も全員男。男色趣味のことですね。BL と言いなさい。BL？ ボーイズラブの略称です。レッスン2。男の子。男の子。大事なのはここ。見た目は女の子、体は男の子なキャラを指してこう呼びます。